こんにちは、 HKS GR スープラプロジェクト赤塚です。本日はついに2リッター用 SZR のマフラーが完成しましたので、ご紹介をさせていただきます。こちらの SZR 用スーパーターボマフラーは、静かで抜けの良いマフラーをコンセプトに、最適なパイプ径、レイアウト、ストレート構造を採用し、低排圧化を実現しています。さらにはこもりのない快適な室内を両立しました。さらに RZ 同様、純正モーターを再使用することで、純正排気バルブシステムをそのまま使用することができます。またサイレンサー内部は、こちらの SZR 用に専用に設計し、室内でも快適にスポーティーなサウンドを楽しんでいただけるよう、音量音質を調整しました。また認証試験済みですので、車検にも対応しています。 SZR 用マフラーとしては国内初の車検対応マフラーとなっています。それではこれから早速取り付けていきましょう。取り付けが完了しました。今回は純正との音質の違いを比較してみたいと思います。それでは早速走ってみましょう。純正との音質の違いを感じていただけましたでしょうか。スープラの上品さを残しつつ、2リッターの軽快感を演出しました。マフラーに限らず、これから随時パーツを発売をしていきますので、ご期待ください。レーシングサクションに関しても検討中ですので、これからの2リッターの開発にご注目ください。